2000年に日本初の JAF 公認ナンバー付き車両によるワンメイクレースとしてスタートしたビッツレース、17年目を迎えた同シリーズ、1ラウンドに70台を超えるエントリーがあるなど根強い人気を持っている。入門カテゴリーとして圧倒的な存在感を見せるビッツレース、その魅力に迫る。2016年4月23、24日岡山国際サーキットにてトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース関西シリーズ第1戦が行われた。まずは伝統のワンメイクレースである同シリーズの担当鈴木さんに話を聞いてみた。このビッツのレース、どんなレースなんでしょうか？はい、ビッツレースはですね、2000年から始まった歴史の長いレースになってまして、いわゆるナンバー付きレース、これの元祖となっております。で、私の後ろに実際のマシンがあるんですが、これは普通のビッツとは違うんですか？そうですね、基本的にはそのビッツの RS というグレードがベースにはなってるんですけれども、それに加えまして、このビッツ RS レーシングというのは専用のサスペンション、あとはロールバー、こういったものもついてます。ただし、エンジンはいわゆるノーマルなので、100馬力ちょっとぐらいしか、ないんですけれども、いわゆるそのエンジンからサスペンションまで、あとはレギュレーションといって、ルールですね、この車のルールの、競技のルールの中では、いわゆるタイヤまでワンメイク指定されても、このタイヤしか使っちゃいけませんよっていうような感じになっているので、いわゆるイコールコンディションになって、ランニングコスト、これも非常に低く抑えられている。参戦ドライバーはどんな方々なんでしょうか？はい、これもビッツの非常に特徴なんですけれども、老若男女を問わずですね、非常に参加の層は幅広くなってます。であとは加えて、全国の、今申しましたけれども、そのネッツのディーラーさんもその自社チームということで、出場しております。でこの辺はいわゆるメカニックさんのスキルアップ、あるいはそのチームワーク、こういったものを向上を目指したりとか、このビッツレースをやっていることで、非常に若い人が僕も将来レースやりたいと、それをやるんだったらここのネッツに行けばいいんだよねっていうことで、いっぱい入ってきていただいていると、そういう活動にも使っていただいておりますね。鈴木氏が語るように、いろんな職業の方が週末にレーシングスーツに着替え、このように挑戦されている。今回のレースでも様々な職業の方が参加されていた。何名かに話を聞いてみた。まずは地元であるネッツ岡山の杉山さん。ネッツトヨタ岡山の社員さんでいらっしゃるとか？はい、そうですね、社員とドライバーとしてやらせていただいております。ドライバーのオーディションをするということで、その時にもともとこの会社に入りたかった理由が、ビッツレースをやってたっていうのがあったので、いつかはドライバーとしてやりたいなと思ってた時に、そういうオーディションの話が出たので、受けたところ、見事合格してドライバーということになりました。じゃあもともとこのビッツレースをやっていたから、この会社に入りたくて、さらにはいつかはドライバーになりたかった？そうですね、もうそれしか考えてなかったです。じゃあ夢が叶ったんですね。そうですね、夢が叶いました。はい、続いて女性ドライバー四十塚さん。このビッツレースに出ようと思われたきっかけは何だったんでしょうか？ここのサーキットのオフィシャルっていうオレンジの服着てる人がいて、あれの、ボランティアみたいなのしてて、ビッツレースを初めて見て、でずっとレースしたかったんですけど、なんかそれを見てすごいイコールコンディション、なんかあれを見てなんかすごいしたいなと思って、それでなんかしようって決めて車を買って始めました。なんかどのカテゴリーもすごいお金がかかるし、なんかちょっと半ば諦め気味みたいなんだったんですけど、ビッツだったらめちゃくちゃはかからないからできるかなと思って始めました。ちなみに普段のお仕事は？普段は看護師してます。普段は患者さんのケアをしている、その手でステアリングを握ってらっしゃるわけですね。そうですね、そういうことになります。いかがですか、出てみられて？出てみて、悔しい時の方がまだ多いんですけど、でもやっぱり決勝のレースの最中とか、気持ちがいいって言ったらおかしいけど、ドキドキしながらもうまくできたりすると気持ちがいいです。ディーラーチームでもう1名、ネッツ福井の村島さん。
可愛いペンギンさんが描かれました、はい、カラーリングで熱福井ということなんですけども、はい、ディーラーさんチームなんですね。はい、ディーラーの社員だけのチームでやらせていただいております、はい、オール熱福井。はい、そうです。村島さんも見たところ、はい、普段は整備をしてらっしゃる方なんですか。私は普段技術トレーナーとしてエンジニアを教育する立場で仕事させてもらってます、はい、最後に本業は歌手という仁さん。まあ、実は本業はアーティストなもんですから、はい、歌を歌って人を喜んでもらうということを仕事をしております。でそんな中チーム代表の、ね、方が自分の動きを見ていただいて、おもろすぎると活動内容がね、やっぱりその新さんのチーム方針はやっぱりその山あり谷あり人生いろいろあってもやはり一つの目標のために必死になって頑張る姿勢、そしてそこにまつわる支え、そういうね人としての人道的なやっぱりその躍動感のある人間を乗ってもらいたいんだみたいなこと言ってもらえたので、でオファーをいただいて、断る理由がそこになかったので。ビッツのレース出てみられていかがですか。めっちゃ難しいです。乗ったことあります。いや、ないです、まあ、レンタカーとかでよくある車両じゃないですか、はい、まあ、やけどちょっとねポテンシャルがバージョンアップされてるんですけど、とにかくこの車両でぐいぐい皆さん三輪走行みたいな感じでタイヤを横に使うんですね。カートで言えば縦に使わないとねタイム伸びないんですけど、もうとにかく横でも何でもとりあえず踏んでいけ飛び込めみたいな感じで、一つだけ思ったのはこういうねビッツというカテゴリーでトップ走ってる方たちのような人たちが国内にたくさんいらっしゃったら日本の渋滞は起きないなと思っております。皆さんの話を聞いているとレースに出てみたいと思う方もいらっしゃるのではなかろうか。このビッツレース出場するにはどうすればよいのだろうか。レースに参加するにはですね、基本的にはその A ライセンスというものが必要になりまして、あとはベースの車両を熱点これをまあ買っていただければいいわけなんですけども、もろもろ300万円ぐらいから始めることができます。でまたそのライセンスの取り方とかもわからないっていうふうに言われるかもしれないんですけれども、これもですね、全国の熱店さん、まあ、ちょっと一部店舗にちょっと限るんですけれども、そちらの方で、親切丁寧に相談に乗ってくれます。俺は本当に速いのかって書いてありますね。はい、そうですね。参加者の方にですね聞いてると、昔はいわゆる走行会、自分の車で、ターボ付きの車とかで、レース走行会に参加してました。でそうなってると結構速いタイムを出せるようになって、俺って結構速いんじゃねとかっていう風に思うんですって、はい、だけどもそれが、まあ、このビッツのワンメイクレースっていうのになると、まあ、いわゆるその腕だけの勝負になっているんで、この中で勝負したら自分は一体どれぐらいの位置にいるんだろうと、そういうのを試したくなって、このレースに出ましたという方が結構多いですね。24日午前9時半決勝レースが行われた。昨年のチャンピオン峰選手がポールポジション、話を聞いた杉山選手は20位スタートから追い上げを狙う。オールレッドブラックアウトスタート。さあ、いいスタートを決めていったのは堀内ですね。しかしながら先頭は峰で、今1コーナーへと飛び込んでいきます。峰がアウト側、堀内がそのインナー入りたいが、さらにそのインサイドには小倉もいたんですけれども、堀内がここ、は3番手2番手に上がりましたか。まずオープニングの1周、峰、堀内、小倉、4番手には橋本。それだったら序盤からバトルをしてしまったりすると後ろが追いついてくるんじゃないですかというふうに聞いたら、もうそれはもうバトルになってみないとわからないよっていうふうに笑っていたんですけれども、こうだと思っていた堀内なんですけれども、残念ながら戦列からを離れることになってしまいます。その後ろではミナピオの動きもですねかなり激しくなってきておりまして、先ほどからバトルを繰り広げて、ここは3台のバトルになっています。3番手カーナンバー32番の小倉、4番手には889番の橋本、5番手には55番の岩瀬、トップ2のタイムギャップは1秒5と広がっています。さあ、テクニカルセクションで動くのは一体誰なんでしょうか。小倉の後ろの橋本か、それとも蒲田の後ろの神谷か。2番手3番手かなりのテール中のオフ状態、どこで仕掛けていくんでしょうか。これは後半一発で決めていくのか、それともこれで6周終了、トップは峰が独走、2番手には小倉、3番手には橋本、まだまだインサイドのラインをついていくのは神谷なんですが、蒲田もそうは許さない、後ろから
ボルバー、パイパー、動かない。11番手ホームストレート通過ミナピオからは、杉山、今井、小島、オードリー、さらには服部、堀内と連なって1コーナーへと向かっていきます。もう各所でバトルが起こっています。皆さんはどこをご覧になりますか？今先頭はアトウッド。さあ、そして2番手3番手も近づいています。さあ、これは九州名こうして熱いバトルの連続だった関西シリーズ第一戦だったが、峰選手の強さが印象的だった。俺は本当に速いのか、なかなか深い意味を持ったフレーズである。車のパワーに関係なく、本当の速さを試したいドライバーの皆さん、ビッツレースで腕試しをしてみるのはいかがだろうか。番組では引き続きビッツレースをレポートしていく。お楽しみに。